さあ入れ替えの2本目ということになります。1本目は88分という状態で、さあ今度は広島の構え、そして後ろからバルサロの外、ここに PR による大きいマシンがこういう後追いを見せるかどうか。しかし日比野も先行で思い切った飛び出しを見せるはずです。横井ビスが得意な日比野がまずは先行、そして後ろから